はい、おはようございます。マスターです。おはー、おはー。はい、今日はですね、京都のスターバックスから撮ってます。いつもですね、ブログを見てくださって本当にありがとうございます。もうリアルにちょっと外で撮ってるんで、バイクの音とかがすごくね、人とかもめっちゃ通りますけども、まあいつもみたいにですね、気にせずに、今日もビデオですね、撮っていきたいと思います。今日の話はですね、この前の続きで、動く指定通りにまたないというんです。 No way と。で、これなんでですね、今日この話をするかって言ったら、まあ人ってですね、生きててですね、あなた何々ができますねとか、あなたこれこれすごいですねとか、あんなことできるんですねとかって言って、まあぶっちゃけ言われたじゃないですか。なんでですね、まあそれをですね、まあできるようになるまでですね、待たないってことなんですね。これどういうことかって言ったら、まあ治療科で言ったらですね、うちはこれこれができます、あれあれができますっていうことをですね、患者さんから、患者さんで自分から発信をですね、してくださいってことなんですね。もちろんですね、がんの治療ができひんのに、がんの治療できますとかって、そういうホラーとか嘘は抜きにして、でも、可能性ギリギリのところのことをですね、自分でやれますと。うちはできますと。やりますと。いうふうにですね、言ってもらいたいんですね。で、そうすることによって、人生でですね、できる枠というのがとてもとても広くなりますんで、それをですね、ぜひですね、宣言をしてくださいということですね。コミットメント。うん。あるですね、一つ面白い話をしたいと思います。そんでね、まあ、この物語っていうか、その一つ面白い話っていうのは、一人、まあ、昔女の人がですね、がいて、で、その人がですね、まあ、自分は、ね、いろんなテレビとか見てて、まあ、田舎もんやし、テレビしか見るものがなかったんですって。で、それで、まあ、講演家になりたくって、で、いろんな、こう、講演会とかセミナーとかに勉強のために行ってたらしいですね。で、自分も、まあ、舞台の上に立ってるような女の人のように、男の人のように、自分も羽ばたいてみたいと思ったらしいんですね。で、そこで、まあ、彼女はですね、何を思ったかって言ったら、私は、で、それもですね、企業向けとか研修系のこうセミナーをですね、講演をする今はもうエキスパートなんですけれども、でその人はですね、自分でお客さんのところにファックス DM とか DM とか手紙とか実際訪問に行って、私はあなた方の組織のモチベーションを上げて、要は、生産性を上げるエキスパートですっていうですね、ことを言っていたんですね。でも、その女の人っていうのは、別に今まで実績もないし、で、もちろんですね、経験もないし、で、あったのはですね、度胸と夢だけ。うん。それを言われるまで待たなかったんですね。あなたはすごいですね。モチベーションを上げるエキスパートなんですね。って待たなかったんですね、その人っていうのは。なので、あなたにですね、今日知ってほしいことっていうのは、人から言われるまで待つなということですね。うん。で、そんなことをですね、待ってると、何年後かになるかもしれないし、もしかして一生来ないかもしれないじゃないですか。来ると信じないでください。うん。そういうですね、甘いことを信じないでください。自分で作っていくんだと。要は自分はエキスパートだと。この一つの業界には、私の上はいないというぐらいですね、エキスパートっていうのを自分を宣言してください。そのことによってですね、現にもう言っちゃったんだから、ならなくっちゃしょうがないっていう現実をですね、夢を自分が追っていくんじゃなくって、もうこの時点から夢をこう追わすんですね。ダイレクトマーケティングでも何でもそうですけれども、お客さんの方に自分から歩み寄るっていうのもとても大事なんですけれども、お客さんからですね、要は歩み寄らせる、夢から自分の現実へ歩み寄らせるやり方をですね、実践してください。そんなことは無理だとかね、そんなくだらないことを言ってんと、さっさとやってください。宣言をしてください。うちはこれできます。やります。うん、エキスパートですって言ってください。誰も言ってくれません。あなた自身が、あなたのお客さんに言ってくれれば、それで、達成を必ずと言ったら語弊がありますけど、まあ、高い確率でしますから、
ぜひですね、宣言をですね、してみてください。それでは、今日はこの辺で終わっておきます。明日はですね、マーケティングの話をするんですけれども、マーケティングでですね、みんなが抜けてることの話をします。その名もですね、リサーチの話をしたいと思います。まあ、リサーチをしてないとね、まあ、なんだかんだ何をしてもですね、まあ、滑ってしまうというね、まあ、そんな話をしてみたいと思いますんでですね、次もですね、ぜひ、見ていただけたらなと思います。6月5日の、セミナーのもう募集がほとんど終わりかけてるみたいなんで、急いでください。この前来れなかった人とか、まあ、年収で1300万ぐらいは稼ぎた人はですね、ぜひですね、来ていただいてもいいんじゃないかなと思ってますんで、ぜひ、この機会をお見逃しなく。それでは、また明日会いましょう。イエイ。